理想は印刷機に送られてくる坪切りデータを必要最低限の調整で終わらせることが重要になり、実現できればオペレーター様の色調調整のばらつき、すなわち標準化が確立されていきます。今回は検討、色調調整を素早く行うためのポイントについて紹介していきます。いかに硝子の濃度を目標濃度に近づけられるかが、生産性の向上、その後の濃度のばらつき、いわゆる印刷品質の安定化につながっていきます。インキの転移の仕方やプレインキングの設定について紹介していきます。それではまずはじめに、印刷中のインキ転移率について紹介していきます。このインカー内のインキ量をうまくコントロールできるかが、色褪せ時間や本刷り後の濃度安定性につながります。一般的な基準の濃度、油性器の場合では4、5、6波、イエロー 1.40、 マゼンタ 1.50、 シアン 1.60、 ブラック1.80前後と言われています。皆様の会社の基準の濃度も若干の違いはあると思いますが、この数値に近い基準の濃度になっているかと思います。過去の動画でも紹介させていただきましたが、そもそも濃度とは、用紙の上に転写された際のインキの膜厚がおよそ1ミクロン程度となっています。この1ミクロン、1000分の1ミリはスケールで測定することができませんので、濃度計や分光測色計を使用して管理しています。用紙用で1ミクロンにするには、ブランケット上では2ミクロン、反面上では4ミクロンになっている状態が理想となります。つまりローラーから反面、反面からブランケット、ブランケットから用紙への印記の転移の仕方は2分の1に分割させながら印記を運んでいます。ローラー接点に集合された印記が2分の1ずつに分割しながら転移し、ローラーの上部側に行けば行くほど印記の膜厚は厚く、下部の部分では膜厚は薄くなり、用紙上で1ミクロになるようにオペレーター様がツボローラーの回転数とツボキーの開き量を絵柄に合わせて調整しているというわけです。カラーバーの端から端まで許容値に入れることに集中している色褪せ作業は、カラーバーベタパッチを1ミクロンの膜厚になるように制御していることになります。印記壺から20本前後ある印記ローラー内を転移させていきながら、反面上では水と印記の戦いがあり、次に版からプランへ印記を移し、そして用紙に到達させる必要がありますので、ローラー交換やニップ調整、示し水、プラン突量管理などのメンテナンスがとても重要となってきます。色褪せ作業を短縮させ、また濃度を安定させるためには、いかに早い段階でこの用紙上で1ミクロになるようにローラー上の印記量を絵柄に合わせて形成できるかが最大のポイントになります。 KTS プレインキングシステムでは、基準の膜厚を形成するプレインキング1-1、絵柄に合わせた印記量を供給するプレインキング1-2、ローラー上の絵柄に合わせた膜厚を再び平らな基準膜厚に戻すリムービング、そして次のジョブの絵柄に合わせた印記供給を行うプレインキング2を有効活用させることが、色褪せ作業時間短縮や試せり枚数削減のポイントとなります。また他社見本などの色構成紙に合わせる際や、基準の濃度を変更させた時もプレインキング4の機能を使いこなすことで、目
目標濃度に最短で近づけることが可能になります。そして印刷中は用紙で消費取られたインキ量と同じ量のインキ量をツボローラー、ツボ切りで調整して送ってあげれば基本濃度は安定します。たくさん出しすぎるとインキの膜厚は厚く見た目で濃くなり、少ないと膜厚は薄く見た目で淡くなります。各メーカーで着管の調整方法は異なると思いますが、色調調整時では現在行っている絵柄に合わせたインキの量をいかに素早く形成させられるか、本刷り後もそのインキの量を常に一定に保てるかが品質を安定化させる最大のポイントになってきます。理想は印刷機に送られてくるツボ切りデータを使用最低限の調整で終わらせることが重要になり、実現できればオペレーター様の色調調整のばらつき、すなわち標準化が確立されていきます。はい、今回はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。